質問コーナー始まるぞ。キラン。これ絶対ごじったよね。はい、ということで、ヒョクの質問コーナー始まります。全部お答えできないのがすごく心苦しいところではあるんですが、これ以外にもあのスリーピービデオの方でもちょっと質問にお答えしようと思っているので、ぜひそちらの方も見ていただければなと思います。はい、ではスタート。ヒョクくんのその明るさと面白さはどこから来てるんですか？何食べてるんですか？ストレスとかないんですか？どうやってストレス解消してるんですか？動画アップ大変じゃないですか？何を励みに来てるんですか？テレビとか見るんですか？テミンさんがドラマやってますよね。かっこよすぎますよね。あ、もちろんヒョクくんもかっこいいですよ。とりあえずヒョクという人物がとっても好きなんです。ごめんなさい。自己完結。犬派、猫派、犬派。夢見るときって韓国語ですか、それとも日本語？最近は日本語が多いですね。はい。170センチぐらいの背の高い女性はどう思いますか？その相手の方が気にしないなら僕は全然いいです。それよりも全然その人の性格とか内面の方が僕は。何も見ずに自分の記憶だけでピカチュウとミッキーを描いてください。うひょー、あー、あ、もしもし、あ、そちら日翼第一精神病院でしょうか？一人僕の視聴者さんの方でちょっとあの見てもらいたい方がいるんですが、はい、よろしくお願いいたします。意外とうまいからね、みんな僕絵下手だと思ってるでしょ。あれ、ミッキーの顔ってどんなんだっけ？あ、僕ミッキー。ピカチュウとミッキー。ヒョクくんはじめまして。最近 YouTube でヒョクくんのことを知ったばかりなので、もっとヒョクくんのことを知りたいです。長いと大変なので10秒で自己紹介お願いします。自己紹介してください。普通ではつまらないので、サンシャイン池ピーさん風に。空前絶後の超絶怒涛の YouTuber。 ダンスを愛し、ダンスに愛され、そう、我こそは。なんちゅう動画や。おもろいやんけ。手で顔隠して、心の準備をして、おっぱいを流して、さあ愛嬌して。マジか、やったことないよ、おっぱい遊び。やったことないわ。ひょくおっぱ大好き。どうした？こっちのセリフや。ジャースティス。あ、もしもし、ひよく第一精神病院でしょうか？そうなんですよ、あのもう一方見てもらいたい方がいまして、はい、そうですね、明日のお昼12時、はい、10秒間大笑いしてください。あー、めっちゃウケるんですけど。チリトマト。口を閉じないように天気予報って言って。へいへいほうほう。鏡を見てください。リューチェルが映ってる。やかましいわ。アスタブレラビタツフツセアブリラソルセルセンネビラタコブリアブリアブリアタブリンダラリ。あ、もしもし、あ、そうです、私です。たびたびすみません、あのもう一人あの患者様がいましてですね、明日の、明日はもういっぱいですか？わかりました、では明後日でお願いいたします。はい、失礼いたします。ヒョク君、君にミッションだ。その優れたダンス力で、その素晴らしい力で、あの番組のように2倍速ダンス。Let's try! マジしんどいんですよ、これ。罵声いいですか？ヒョクくん大好きだ、こら。いつもヒョクくんの動画があるから学校頑張れるんだぞ、こら。学校頑張ってね。もしね、学校の文化祭とかのね、なんか MC とかそういうのも僕あのやってますんで、全然受け付けてます。呼んでもらえれば行きますんで。質問。好きなタイプは？髪型や性格、趣味や年を細かく。そんなにこだわりとかないとは思うんですけど、髪型はでも僕長い方が好きです。まあ性格はもう前々から僕言ってるんですけど、やっぱ優しい人ですね。平和主義者な人が好きです。年はね、別に気にしたことないな。上でも下でも僕はどっちでもいいです。その人と気が合えば、何個下だろうが何個上だろうが気にならないかなと思います。コーラを一気飲みしてゲップを出さずにプレッシャーナンバーを歌ってください。ひ
ひょこっぱならできますよね。楽勝ですよ。もう誰だと思ってるんですか。もう歌うだけじゃちょっと楽勝すぎるんで、ダンスもね、一緒にやりたいと思います。ほら、ここですか。나어두운밤습관처럼네생각에아플러플리전화를걸어봐도여전히답은없고마음급해져널찾아가진하게페인을떠올려느끼실ひょくくんは何て言われると一番嬉しいですか？ありがとうかなと思いました。どうしたらバナナになれますか？バネーナ。レッサーパンダについて語ってほしいです。あー、かわいいですよね。うん、かわいいよね。そしてかわいいよね。アイシトートって言ってください。博多ベース。アイシトート、アイシトート、アイシートート、アイシトート、アイシトート、どれだろう。日時限定付きで YouTube か Twitter をひなたくんにしてください。9月24日はい、買いました。ひなた、今日一日じゃあこれでいきます。そりゃたくさんいますよ。いや、まあそれはたくさんいますよ。コラボしたい YouTuber はいますか？言い出したらきりないんですけれども、よく顔似てるって言われる、そのウームさんの YouTuber でゆきりぬさん、顔が似てるってよく言われるんですよ。とかね。10月15日の100コッパの特典を教えてください。2つあります。1つは、そう、30分のイベント中に特典が1つ、そしてもう1つはイベント後ですね。地から始まるものがあります。とうとこ走るよ、ひょく太郎、すみこ走るよ、ひょく太郎、大好きなのはひまわりの種、ひまわりの種をむさぶり食う、気分によってよ。はい、ということで、ひょくの質問コーナー終わりました。ありがとうございます。楽しんでいただけたかな。すごい面白いリクエストもたくさんいただいて、やりたいリクエストいっぱいあったんですけど、次こそね、いろんなね、実現できればなと思います。ということで、以上で終わります。以上、ひょくでした。じゃあねー。